栗波競馬。それでは本日の栗波競馬1レースから4レースまでの様子を振り返っていきましょう。さあ、ワールドワンダーが逃げる逃げる、リードは12、3馬身ぐらい。2番手の位置大きく引き離されまして、行きましたのが5番のパラレルツイン、追走して内2番のグッドハビット。しかし4コーナーカーブから最終直線に入りますが、先頭を大きく離して3番ワールドワンダー、これが単独先頭、リード10馬身ぐらい。2番手以降必死に追うのが2頭パラレルツイン、そして内からグッドハビット、この3頭。さあ、しかし先頭前が止まらない止まらない、残り200の標識を通過して、これは前が止まらないぞ、独走だ独走。3番のワールドワンダー大きく突き放した。2番手争い2頭パラレルツイン、そしてグッドハビット。しかし先頭やっぱりこれだ、3番ワールドワンダーゴールイン。そして2着争い2頭、5番のパラレルツイン、そして内から2番のグッドハビット、大きく引き離して大逃げで勝ちました3番ワールドワンダー。鞍上シュガー騎乗、見事です。さあ、4コーナーから最終直線、先頭足毛の馬体5番の尻上がり、そしてその外から行くのがニューフロンティア、そしてその後ろ3番手の位置から黒い星2番のスマイル笑顔、後方3頭はもう届きそうにない。先頭7番のニューフロンティアがかわした、ニューフロンティアがかわした、残り200を切って、内からもう一度5番の尻上がり、足毛の馬体並ばない並ばない、これが突き放した。5番尻上がりだ、尻上がり逃げて、そして刺して今ゴールイン。2着にニューフロンティア、3着入線2番のスマイル笑顔です。やりました5番の尻上がり、逃げて刺した競馬、強い競馬でした。鈴木アウタ騎手、お見事でした。さあ、先頭短期の逃げに持ち込んで2番の風に乗って、その後ろから大きく引き離されまして、8馬身9馬身ぐらい切れてでしょうか、7番のラキが追走、この辺り 3,4 コーナー中間点をカーブ、そしてこの辺り5番のパワーベーカー進出開始した形で、残り400の標識を今通過して、各馬最終直線へと向いていきます。さあ、先頭は2番の風に乗ってリードがなくなってきました。後ろからは5番のパワーメーカー、内から行ったのは7番のラキ、その左右ついて4番のポリティクス、曲がってこようかという形、残り200の標識を通過して、先頭はパワーメーカーに変わった、パワーメーカーは無地が飛んだ、そして内からもう一度2番の風に乗ってを盛り返してきた。さあ、先頭変わった、もう一度風に乗ってクリストフ・ヤツメール、無地が飛ぶ、先頭は2番の風に乗ってだ、ゴールイン。今日は前が止まりません、勝ちました2番の風に乗って、鞍上クリストフ・ヤツメール騎手、見事でした。さあ、2回目の 3,4 コーナーへ、4番のルックアットミー、短期で10馬身ぐらい逃げています。2番手の位置からアイアムヒロイン、そこから切れては7番のプリンケプスも追走しようかという形、そして外仕掛けていったのが3番のマシスイテイオー、赤い帽子後ろに見えます。さあ、まもなく最終直線へ向いてまいります。先頭リードがなくなって 3頭、2番アイアムヒロイン、そして4番ルックアットミー、外から7番のプリンケプス、この3頭を並びかける形、その後ろ4番手争いはマシスイテイオー、そしてランディザイアといった体勢。さあ、残り200の標識を通過して、先頭は4番のルックアットミー、しかしここから一気に抜き去っていったのが7番のプリンケプス、プリンケプスが先頭を変わって、しかし内からもう一度盛り返した4番のルックアットミー、ゴールイン。ルックアットミーが勝ちました。逃げて刺す強い競馬、鞍上シュガー騎手、お見事です。今日は前が止まりません。本日の栗波競馬1レースから4レースまでの様子をお届けしました。どうぞまた次の栗波競馬でお会いできることを楽しみにしております。